はい、今回はですね、以前 SNS で皆さんの、曲弾きをこう演奏のこう動画にして、送っていただいてですね、解説とかこう添削をしようっていう、いやらしい企画をこう投げかけたんですけれども、早速ちょっと応募があったので、今回やっていきたいと思います。で、結構実際他の人がどういうふうなこう指摘をされてるかとかっていうのはすごくこう参考になると思うんですよね。なんか僕がこう一方的にこう解説とかこう技術系の動画をこうやってバーってやってても、まあ、当然できてる人だからあんまりこうミスの実感がわからないとか、悩みの実感が何て言うんだろう、あんまダイレクトに伝わってこないっていう恐れもあるので、まあ、実際こうどういうミスの種類があるのかな、どういうところをこう見られてるのかなっていうのを、皆さんにも、分かっていただけるかなと思いますので、早速聞いていきましょう。まず1点目がですね、まずね、音合わせなんですけど、これね、よされ節、曲中が、まあ、っていう風に、まあ、ただたんたんたんってこう、まあ、16分の7、まあ、もしくは8分の3よりで曲入ってくるんですけど、音合わせが完全に4分の2になってるんですね。まあ、おから節とかみたいに、こう、あえてこう遊びで音合わせと曲中のリズムをこう変えるっていう。のも、まあ、あるんですけど、まあ、意図的にやってるのでなければ、曲中と同じ音合わせの、リズムをやってあげるといいかなって感じ。こんな感じですね。っていった感じで、そのリズムのまま、曲中に入っていけるとスムーズかなと思いました。で、あと、まあ、これはね、三味線の個体によっても違うんですけど、あと好みにもよるんですけど、多分コマの位置がちょっと胴の中央よりちょっと前めなんで、もうどうだろうね、1センチもしくは2センチとか下げると音はね、ちょっと音量ちっちゃくなるかもしれないんですけど、音質のバランスはちょっと整うかなって思うので、ちょっと下げてみてやっぱり嫌だなと思ったら、また前にしてもいいんですけど、ちょっと下げてみるともうちょっとこうシャリシャリ感が出てボワボワ感が下がるのかなと思いました。はい、で、次は、叩きですね。これね、よくね、触れてると思うんです。上がってるとこなんかもかなりいいんですけど、これね、叩きっていうのは、まあ、振り上げるのも大事だし、そう、叩くときも、振り下ろすときも大事なんですけど、皮に当たった後、皮を、こう、押し込む。皮への押し込みがちょっと足りないかなと思うんですよね。こうグッと押して離す。グッと押して離す。これを
まあ実際一瞬でやってるって感じの、グーッとして離す、グーッとして離す。これがだんだん当たりが浅くなってっちゃうと、皮に当たっちょんって当たったらすぐこう上に上げちゃうっていう感じになって、なかなかこう皮にしっかりこう力が伝わってないまんますぐ上げちゃう感じになっちゃうので、しっかりグッとしてから離す、グッとしてから離すっていうのを、意識してやると、この振りのまんまめちゃくちゃ迫力のある叩きになるのかなと思います。はい、で次はね、ねじめですね。前鉢、小指の爪先が駒に当たってるように見えるんですけど、ちょっと後ろ気味かなって思うんですね。もうちょっと駒の前の方を押さえてあげると、より駒へのこう振動が抑えられるのかなと思いました。でちょっとね、力もね、前鉢強い感じがして、多分こう叩いてる強さが結構後ろ鉢とあんまり変わらなくなってしまってるので、前はこうすごく勢いを抑えて優しく、このじゃなくてそっと置くだけ。これを前後鉢の中でも強く弱く強く弱く強く弱くっていう風にできると、もっとこの前後鉢のダイナミクスの差、音の強弱っていうのがもっと極端に出て、グルービーになるかと思います。はい、次、左手なんですけど、基本的にその移動の時に親指がビシッとこう竿を握ってないのがよく見られるんですね。なんで正しいツボのところでしっかりこうブレーキを踏めなかったり、まあ八代さんはまだこう有利とかは、まだ導入されてないですけど、この有利とかをこうやった時に親指しっかり押さえてないとツボがこうずれちゃったりするので、しっかり親指をグッて押さえて、必ずその行きたいツボのところで親指ビシッと止める、6、9、10、12、14とこうなんかそこのツボをこう親指でギュッてこうスタンプしていくようにしていくと、正確なツボのところでバシッて止まれるようになるかと思います。でそれと、なんか特に3の糸とかで薬指を押さえてる時に人差し指をこう離しちゃうってるんですけど、これはね離さなくていいです。指入れ替えると音バツバツ切れるので、人差し指は押さえたまんま薬指をオンオフオンオフ、常にこう人差し指は糸を押さえた状態で、あんまね力もね抜かない方がいいと思います。常に同じ力のまんま薬指をあくまでオンつけるかオフ離すかだけやっていくと、もうちょっとこう運指がスムーズになって音もつながって、美しい音色になるんじゃないかという感じです。であと、弾きですね。薬指が弾いたとこう竿の外側に抜けていくようにこの角度だと見えるんですけど、弾き通過した後竿の下側に薬指が来てると、しっかりこう糸に対して、まあ、糸を押せてる、糸に対して力を加えられてるんだけど、こう横に引いちゃってるので力強いタッチで弾けてる感じではなくなってしまってるので、竿の上から下に上から下にっていう風にこう弾いてあげると、一個一個の弾きの粒立ちが良くなるかなという感じですね。はい、あと、ここからフレーズ的な、まあ、アドバイスになるんですけど、1の糸で1の糸のこのフレーズの区切りにって入ると思うんですよね。この例えばこのをタラタタをちゃんと一拍目に持ってくる、まあ、ちょっと今便宜上三拍子で説明しますけど、ワンツースリーワンツースリー、次のワンの時にタラタタ、ワンツースリー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 っていう風に持ってくる。これが2に来ちゃったり3に来ちゃったりすると、間がこうひっくり返ってるようになっちゃうので、必ずワンツースリー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 で、ワンのとこにタラタタって入れるように、1の糸を引いてあげましょう。あとね、駒掛けはいきなりこう前後鉢の幅を変えずにいきなりこうやって入ってたんですけど、
まあ、それもね、まあ絶対ダメってわけじゃなくて意図してやってればいいんだけど、結構かなり難しいので、だんだんディミネンド、だんだん音をちっちゃくするってことですね。細かく入るときに、まあ、前後鉢を幅をだんだんこうちっちゃくしてあげる。フルでやってたのをだんだんちっちゃく、だんだんちっちゃく、だんだんちっちゃくで最後に細かく入る。そうするといきなりこう音量がガクって下がる感じじゃなくて、こうなんとなくスーってこうなだらかに入っていく感じになるの で、あとこの駒掛けもすごく安定しやすいので、これはおすすめです。あのジョンガル節でも、まあ、ヨサレ節に限らず何でもネズミ駒掛けに入る前はだんだんその前のこう音をこうデクレシェンド、リミネンドしていく。でいつ駒掛け入ったかわからないぐらいこうなだらかにこうグラデーション、均等なグラデーションで入っていくと、まあ、メロディー的にもすごくスムーズでいいかなと思います。はい、八代さんナイスファイトでした。もし僕の生徒だったらどういう練習をさせるかっていうと、まあ、ちょっと動画内でも触れたんですけど、まずその叩きだったら一緒にこう皮をこうでグッと押して、はい、力抜かないでそのままグッとずっと押さえててっつって、でせーので一気にポンって跳ねさせる練習ですね。パッパッパッで、そのダタッタタっていうのをだんだんこう間隔を短くしてあげて、最終的にダタッダタッダタッとこうすぐ上げられるように。でそうするとその皮をしっかりこう押してから打ち込んでからこう離すっていう癖がつくので、そうすると音が大きくなるとっていうのと、あと弾きに関しては弾いた後に必ず薬指の先を手のひらにくっつけさせる。これも本番ではやんなくていいんだけど、そうするとしっかりこう弾き切るっていう、下に押し切る癖がつくので、そういった意味でこの弾きの矯正とかしていこうかなと思います。であとは、前鉢と後ろ鉢のこの音量の差、しっかりこうダイナミクスを作るっていう意味では、前鉢を聞こえないようにやる。こんな感じ、ここまで極端にやると前鉢の時にこう勢いを殺すっていう癖がつくので、まあ、実際はもちろんちゃんと聞かせましょう。これぐらい音出しますけど、練習の時にしっかりこの前鉢でこう勢いよく、勢いを殺してさっと静かに前鉢がピシッて決められるっていう癖をつけるために、前鉢をこう聞こえないぐらいちっちゃな音で前後鉢させるっていう、この3点がかなり有効になってくる、まあ、エクササイズっていうか練習方法じゃないかなと思います。皆さんもこうこんな感じで、こうバシバシ動画、演奏動画を送っていただければ、その人にこう見合ったエクササイズ、それから今自分はこの人と同じなんかこう課題にぶち当たってるなとか、同じミスしてるなっていう人がすごくこう参考になると思うので、皆さんご協力よろしくお願いします。はい、お知らせです。流派や会派、国籍を超えたワークショップやっております。指導者の方々への講習会もやっておりますので、教え方に悩んでるっていう方もぜひご連絡ください。津軽三味線日本一の知識と技術を皆さん共有していきましょう。それから霊言モデルの津軽三味線アクリル鉢、三味線ギグバッグといったアイテムを揃えております。従来の三味線アイテムに持っていた不満を一気に解消した一品となっております。お問い合わせは公式ホームページ、Twitter や Facebook などの SNS よりお待ちしております。それからチャンネル登録をしていただけると、このチャンネルの動画が漏れなくチェックできますので、よろしくお願いします。